門西駅は、北海道厚岸郡厚岸町門西にある、北海道旅客鉄道根室本線の駅である。電報略号は門。1978年の門西駅、周囲約1キロメートル範囲。右が根室方面。短式ホーム一面二線であるが、左端上方向にある採石場から90度、曲がって、本線脇を平行に走り、駅舎前を通るように敷かれた。 専用線がちょうど駅舎前で2本の留置線に分岐していたため、ホームへは長めの構内踏切を渡らなければならなかった状況が見て取れる。また、この駅標速の留置線からはさらに2本の側線が分岐していたのが確認できる。これら専用線は道路整備とともにすでに使用を停止していて色が薄いが1983年発行の資料では レールは残されていたようである。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成所在地名より、アイヌ語の、ボイス、に由来する。この解釈について、山田秀三は、あケシし湾の緩い浜辺が当時入り江と考えられていて、その端にあることからついた名である、と考えている。ホーム端式ホーム一面一線を持つ、地上駅。 厚岸駅管理の無人駅である。1日の平均乗降人員は以下の通りである。過度性の集落がある。ありがとうございます。